チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、1ドル1500ウォンへ注目、韓国の巨勢も限界、米国債保有額の謎、最後の砦半導体も、についてです。パパが、週刊ウルトラホークマガジンを買っていたことがママにバレ、こっぴどく怒られていました。でも、あれ大きすぎで、目立つよって思っていたマリナです。韓国の報道も、経済は日本に勝ったと、高らかに叫んでいた、韓国マスメディアでしたが、やっと静かになってきました。まあ、嘘がバレてきて、やっと自分と向き合う時期に来たって感じですね。自分とこの問題を、日本に何でも押し付けることができなくなってきたことに、それをようやく気づき始めたようです。それでも、まだなんとか、通用すると思っているのが不思議でなりません。つい数ヶ月前に、先進国になったと、マスメディアは叫んで、誇らしいとホルホルしていましたよね。韓国のマスメディアは、自国の自画自賛の飛ばし記事しか、書きませんよね。夢は所詮、夢なのですから。韓国政府も自ら、国民に向かって嘘を吐きます。でもやっと、日本からの目線ではなく、韓国 P の経済学者が韓国目線の冷静な記事でしたので、興味がありましたから皆さんに報告します。現在の韓国の経済状況がわかります。タイトルが、半導体不況なら韓国経済危険、通貨危機当時と、かなり似ている。中央日報から、韓国経済が、1997年の通貨危機当時と流れがかなり似ている。現在の為替市場は非常に危険な水準だ。韓国国際金融学会長に就任する、ソンテユン4世代経済学部教授の診断は、衝撃的だ。韓国の国民は、通貨危機、という言葉にトラウマがある。国際通貨基金、IMF、救済金融以降の構造改革の過程で現れた。大量失業と高金利は、中産層を崩壊させ、庶民の生活を苦しめた。ところがこの、通貨危機、に匹敵する経済危機が来ることもある、という専門家らの警告が最近増えている。19日、ソウル4世代省経大学研究室で孫教授に会い、韓国経済が直面している危機の本質と、対策について、話を聞いた。こんな状況を今になって、衝撃的だなんて報道することが、衝撃的なんですけど、はい。孫教授は特に、韓国の主力産業の半導体がダウンサイクル、長期下落、局面に入った時、韓国経済は危機を迎えた、とし、今でも為替市場が不安定な中、半導体産業が不況を迎えて強く懸念される、と指摘した。インタビュー当時、ソウル外国為替市場では、1ドル、1400ウォンが目前だった。孫教授は、当局の介入だけでは1ドル、1400ウォンを守るのは難しい、とし、外貨準備高に損失が出る可能性が高い、と述べた。3日後、1ドル、1400ウォンを突破して、ウォン安ドル高が進んだ。現在は、さらに進んで1ドル、1423ウォンです。勢いが強くなってきた感じです。いい感じです。今は通貨危機を思い出させる状況か。韓国経済が97年のようにドルが不足して、デフォルト、債務不履行が懸念される状況をすぐに迎えるという話ではない。97年は実物景気が悪化した中、為替市場に問題が生じて危機に向かった。今の状況も実物景気が急激に悪化し、韓国経済全体が沈む危険性が内包されているということだ。言っていることがよくわからない。韓国経済全体が沈む危険性が内包されているということは、懸念される状況、デフォルトをすぐに迎えるという話ですよ。具体的に実物経済のどの点が通貨危機当時と似ていているか。97年は半導体景気が大きく悪化していた時期だった。90年代半ばに世界的な半導体工業が終わった状況で、外貨流動性の管理がまともに行われなかった。半導体は輸出で、ドルを稼ぐ主力産業という点で、外貨需給において重要だ。
今も外貨需給の長期的安定性に影響を与える半導体産業の下降が始まっていると見られる。2017年から18年の半導体景気は比較的良好だったが、沈み始めていた。ちょうど新型コロナ事態でデジタル転換があり、半導体景気の沈滞が中断したように見えたが、新型コロナ事態が緩和しながら、半導体不況の実態が現れている。今回も通貨危機当時のように、半導体不況と為替市場の不安定が、重なって危うい状況だ。ふーん、そうなんだ。孫教授の指摘のように、韓国輸出の約 20% を占める半導体は、グローバル景気沈滞で不況が明確に現れている。半導体輸出増加率は今年3月、37.9% をピークに7月は、25ヶ月ぶり最低値の 2.1% に落ち、先月はマイナス 7.8% となった。在庫は連日増え、価格は急落している。ふーん、そうなんだ。政府は外貨準備高が4300億ドルを超えている点を強調している。外貨準備高の絶対規模が大きいという点で、通貨危機当時とは明確に異なる。しかし外貨準備高だけで、特定の為替レート範囲を長期間維持するのは難しい。市場の安定には、外貨を安定的に確保できるかが重要だ。それが疑われる場合、為替レートは揺らぐしかない。こうした点で97年と状況が似ているということだ。マリナが思うに、日本人全員、疑ってますが、外貨準備高が、本当に4300億ドルなんてあるのって話ですよ。日本は 1.2 兆ドルの外貨準備のほとんどを、米国債で保有していて、米財務省の発表とも一致していますが、韓国の米国債保有額は、約1000億ドルほどに過ぎず、あとの3000億ドルは所在が不明なんですよね。からくりの一つは日本の外貨準備は、政府が保有する外貨なのに対し、韓国は民間が保有する分を含めて、外貨準備と言っています。それがジャンク債と言われていますよね。だから、使用できるドルは、どのくらいあるのかな？米ブルームバーグ通信は、ユン・ソンニョル政府が4ヶ月間放出した外貨準備高だけで、270億ドルだが、実質的な為替防御はほとんどできていません。残念です。韓銀さん。現在の減少速度通り、外貨保有高が減少すれば、韓国の場合、最大7ヶ月から11ヶ月しか持ちこたえられないと言っていますよ。それを韓国政府自身、隠しているのではないでしょうか。この情報を伝えたら、パニックになる恐れがあるもんね。スワップ、スワップと騒いでいるのは、そういう理由からですね。はい。現在、為替市場のどの点が危険なのか？最も大きな問題は、急激なウォン安でも実質的に貿易収支が改善していない点だ。韓国のような輸出中心の経済は、通貨安になれば、当然輸出競争力が回復し、これが貿易収支の改善につながるべきだが、そのメカニズムが今は稼働していない。ふーん、そうなんだ。それじゃあ、ダメじゃん。政府は世界各国の通貨が全て対米ドルで下落しているというが、韓国ウォンは他国の通貨に比べて、かなり下落している。基本的には韓国の輸出が増えるべきだが、そう出ないのが問題だ。輸出市場の海外の状況が良くないという理由もあるが、主力輸出産業の景気サイクル下降や、競争力低下なら問題は深刻化する。これは革新輸出産業による外貨確保に問題があることを意味する。半導体がそのようなケースだ。今後ずっと外貨を確保できるなら、当面の市場不安定に外貨準備高で対処すれば良いが、外貨確保力量に問題が生じれば為替市場参加者が本当に問題だと認識することになる。すなわち、投機勢力の攻撃でなく、市場の需要と供給の原理だけでも、ウォン安圧力が相当強まるということだ。ふーん、それ知ってる。視聴者様全員、認識しているんですけど、だからドルウォン祭りやってるの。韓国経済のファンダメンタルズに問題が生じたということか？ウォン安は一種の信号だ。半導体をはじめ韓国の産業全般の競争力が落ちている、兆候である可能性が高い。さらに今のこの時点が米国の利上げ時期と重なる状況であり、心配される。なぜ南米国家が米国が利上げするたびに、
経済危機を迎えるのかを考えればよい。政府の流動性管理にも問題があるだろうが、根本的な理由は、海外から外貨を安定的に確保できる、国際的競争力を備えた企業や産業がないからだ。ふーん、そうなんだね。サムスン、ヒョンデだけじゃ、ダメなんだね。残念。6ヶ月連続の貿易赤字が予想されている。深刻に受け止めなければいけない。赤字に転じる前に、すでに貿易黒字が減少していた。政府は早期にもう少し積極的に動き出すべきだった。輸出補助金を与えるべきという話ではない。企業の輸出にいかなる問題が生じているのか、正確な診断と積極的な対応が必要だった。中略。韓米韓の政策金利が 0.75% 差と、大幅に逆転した。韓国も思い切った金利引き上げが避けられない。米国との金利差を最大限に減らしたり、少しでも高く維持したりする必要がある。ふーん、そうなんだ。だったら金利上げればいいじゃん。一部では韓米韓の金利が逆転しても、問題はないという主張もある。米国が金利を引き下げていたり、金利が比較的安定的に維持される状況で、一時的に金利の逆転が生じたのなら、韓国経済に大きな影響を及ぼさないかもしれない。しかし現在は韓国と米国の経済ファンダメンタルズに対する期待が異なり、金利逆転が深刻な危機を招きかねない。しかも米国で物価上昇が続いて、金利を引き続き引き上げる状況では、韓米韓の金利逆転に問題がないとは言えない。両国の金利逆転に大きな問題はないと話すのは、米国の物価が今のように上昇している時ではない。ふーん、だったらもっと金利、上げようよ。家計の負債が1869兆ウォン、約190兆円、であり、景気沈滞が深刻になっている。こうした状況で金利を大幅に引き上げれば、特に庶民と中小企業の負担が増える。FRB が攻撃的な利上げを公言した以上、韓国も方法はない。外貨資金の離脱など、為替市場が不安定化する可能性を考慮すれば、上げるしかない。ウォン安ドル高で、輸入物価が上がればまた経済が厳しくなる。金利は上げるものの、それによる問題を最大限に相殺できる措置を早く取らなければいけない。へえ、相殺できる措置って何だろう。どういうことか？我々が利上げを避けようとするのは、企業と家計の負債の負担が増えるからだ。なら、利上げが避けられない場合、企業、家計の別の負担を減らそうということだ。米国の物価と金利は、韓国にはやむを得ない変数だが、国内企業、家計の負担の中には、減らせるものが少なくない。税金減免が代表的な措置だ。所得税や法人税を下げることだ。また個人には不動産関連の税金を減免することもできる。ふーん、そうなんだ。だったら、税金の減免すればいいじゃん。利上げの苦痛はすぐに生じる反面、減税は国会を通過しなければいけない。中略。企業の労働費用負担を減らす案もある。週52時間制の弾力的適用などは、短期間で効果を出せるはずだ。そったね。だったら、やっちゃおうよ。中略。孫教授は、経済状況が悪化していても問題はない、と話すのが本当の問題、とし、過去にもそのような時に、危機が襲った、と話した。そったね。結局は、嘘を吐くのが問題なんだね。よーく、理解できました。これがオチですね。ちゃんちゃん。やっと晴れたのに、バイクは久々すぎて、バッテリー、上がり。整備に費やされたは残念。でも、やっとバイクを整備できる気温になったなーって思った。マリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。